超人 X 第3話、スタンドバイザーウエスト、意味は西側に立つ。このタイトルの意味は、時代の親友である東東との対立関係を暗示しています。今回のお話では、時代は東の対岸、西側に立つことになります。超人 X 第1話で、時代と東が超人化の注射を向け合い、互いに打ち合うシーン、銃声とともにタンポポの綿毛が飛ぶシーンが描かれていました。タンポポの花言葉は別離、つまり別れです。第1話の考察で、東と時代は今後対立関係になると予想していましたが、今回タンポポの綿毛の伏線が早くも回収されたと思われます。超人の姿はその人がなりたい姿になるんじゃないかな。東はそう予想します。その言葉にどうやら時代は腑に落ちない様子。それもそのはず、東はその人がなりたい姿とは言ったものの、時代がなりたい姿とは一言も言っていません。そう、ハゲタカになりたかったのは東自身だったからです。第1話で東が時代に、ハゲタカが世界で一番高く飛べる鳥だからかっこいいと教えるシーンがありましたよね。ではなぜ時代がハゲタカになったのか。それは時代に超人化の薬を打ち込んだのが東だったからと考えます。互いに薬を打ち合い、互いのなりたい姿を反映し合った。東はハゲタカに憧れ、時代は東に憧れていました。東への憧れを東に打ち込んでも、東は東のままです。電話越しに助けを求める時代に、東が激高してしまったのは、本当は自分がなりたかった姿なのに戻りたいと懇願する時代に腹を立ててしまったのではないでしょうか。ということで、今回は超人 X 第3話、スタンドバイザーウエストの考察でした。個人的に今回めちゃくちゃ面白かったですね。特に東の闇落ち具合というか、ギスギス感がたまらないですね。水先生の作品って、まあ、グールでもジャックジャンヌでもそうなんですけど、どれだけ物語がダークな展開になっても、主人公の親友だけはただただいいやつなんですよ。ヒデも青ちゃんも本当にまっすぐにいい子。しかし今回の超人 X、 時代と東は冒頭から何やら不穏な雰囲気が漂ってて、個人的にはこういうの大好物ですね。第4話が本当に楽しみです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。